劣等感から若い子にこんなことをするなんて、どんなコンプレックスがあるんだろう。2022年にデビューして以来、その才能とカリスマ性でファンの心を奪ってきたニュージーンズ。とはいえ、 K-POP 業界でデビューするにはメンバーが若すぎるという意見もあり、批判がなかったわけではありません。また若くしてデビューしたことによるプレッシャーだけでなく、ニュージーンズのような若いアイドルがネチズンから嫌なコメントを浴びせられることも懸念されていました。最近18歳のハニの体型を批判する掲示板が作られ、韓国のネチズンはハニを擁護する行動に出ました。ハニはデビュー以来、その非凡な才能とステージ上での存在感で高い評価を得ています。ハニは青春をイメージさせる太陽のようなパワーを振りまいていて、ネットユーザーから常に絶賛されています。残念なことに、名声と人気が高まるにつれ、彼女は多くのヘイトにもさらされるようになりました。韓国の掲示板で、あるチャンネル管理者がハニの筋肉について話題にしました。その投稿では、ハニの骨格の写真が掲載され、写真に添えられた投稿は彼女の背中の僧帽筋を見て、ネットユーザーに好きか嫌いかのコメントを求めるものでした。管理者は、強すぎるように見えるとコメントしており、多くのファンにとって衝撃的なものでした。私にはかなり頑丈に見えるのですがどうでしょう。僧帽筋が強そうだと思う人はいいねを、普通だと思う人は嫌だをクリックしてください。どの掲示板でも多くのネチズンがハニに対して同じようにひどいコメントをし、管理者に同意し、中には彼女を筋肉隆々の俳優マドンソクと比較する人さえいたのです。しかし、衝撃的なコメントに対し、韓国のネチズンからは管理者と投稿を非難する書き込みが大量に寄せられました。多くのネチズンは、若者が自分の体について不必要な批判を受けることに怒りを表し、彼らは人を判断する立場にないことを指摘しました。劣等感で若い子にこんなことするなんて、どんなコンプレックスがあるんですか。なんでハニの肩に文句を言うの。彼女が可愛いのはいけないことなの。なんで。一方、あるファンは、写真の撮り方でどのように体型の見え方が変わるか詳しく説明しました。わざと肩を落としているところを撮って、僧帽筋が見にくいと批判しているんですよ。ビデオクリップの中では彼女の肩には何の問題もありません。韓国の掲示板や SNS はアイドルにとって最も有害な場所の一つですが、不当なヘイトから彼女らを守る人たちは常に存在します。